文白文8月18日体は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、元国土交通大臣政務官、和歌山県伊都郡桂木町生まれ、桂木町立笠田中学校、和歌山県立笠田高等学校を経て、1988年に、和歌山大学経済学部経営学科を卒業し、経済学士の称号を取得し、松下幸さんに入社。 2006年、ロイヤルパインズ社長に就任。2011年から、自由民主党和歌山県第一選挙区支部長。2012年の第46回衆議院議員総選挙で、和歌山一区に自由民主党から出馬。民主党の岸本周平に300票差で敗れたが、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活、初当選した。2014年の 第47回衆議院議員総選挙では、岸本に7803差で再度敗れるも、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、再選。2016年、2回、都市広総務会長の強い意向を受けて、自民党、ブラク問題に関する省委員会が設置され、委員長には山口総が、事務局長には門が就任した。12月9日、 ブラック差別解消推進法が参院本会議で可決、成立した。議員立法を推進した自民党の2回、俊博幹事長と、門、同党の県議らは12月11日、長年にわたり、同法の必要性を訴えてきた、ブラック解放同盟県連合会の下、執行委員長の子、中沢俊博の和歌山市新中島にある自宅を訪れ、同法成立を報告した。 2017年の第48回衆議院議員総選挙では、岸本に3度敗れるも、重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し、参戦。2019年11月13日、第4次安倍第2次改造内閣で、国土交通大臣政務官に就任。ありがとうございます。